Wikimedia財団の紹介動画。Wikimedia財団は、Wikipedia を運営し、その母体となる財団である。米国フロリダ州法による、非営利組織であり、Wikipedia の創立者の一人であるジミー・ウェールズによって、設立された。名称の Wikimedia は、英語版、Wikipedia の参加者、シェルドン・ランプトンの命名により、Wiki とマルチメディアから造語された。Wikipedia 財団は誤りである。同財団の目的は、Wiki を用いたオープンコンテントの知的資源を開発するプロジェクトの促進、及びその資源を無料、広告なしで広く、公衆に提供することにある。多言語百科事典、Wikipedia の運営に加え、多言語辞書兼シソーラスである、Wiktionary、ケーク新元集の Wikquo と、主に学生向けの電子書籍集である、Wikibooks のサポートなどを行っている。Wikimedia 財団が運営するプロジェクトについては、Wikimedia 財団のプロジェクトを参照。しばしば誤解されることであるが、全プロジェクトに共通の方針や法的措置に関わる場合を除き、財団は各プロジェクトのコンテンツの内容に関わる議論や個別の運用方針には関わらず、また各プロジェクトの代表者というものも存在しない。Wikimedia 財団のウェブサイトに掲載されているコンテンツのほとんどはクリエイティブコモンズライセンス表示から継承 3.0 非移植という自由な再配布を認めているライセンスによってライセンスされている。これらのコンテンツは、ボランティアの貢献やパブリックドメインなどの理由で、著作権の制約がほとんど、または全く存在しない資料によって構築されている。以下のプロジェクトをまとめて、Wikimedia プロジェクトと呼ぶ。フリーコンテンツモデルを追求している、Wikimedia 財団では、おなじみの Wikipedia をはじめ、11種の Wiki を運営している。公開基準に紹介していけば、次の通りになる。以上に挙げた11のプロジェクトの他に、コンテンツを支えるプロジェクトが存在する。例えば、アウトリーチプロジェクトでは、Wikimedia プロジェクトの利用促進についてのガイドラインが示されている。以下に示す。Wikimedia 財団の最高意思決定機関は、2019年現在で10名からなる理事会である。理事会構成メンバーについては、財団ページに、過去の理事は、Wikimedia ファンデーションにある。理事会は、財団と、プロジェクトに対する、最終的な決定権を持ち、また定款を変える権限を持つ。Wikimedia 財団は、会員資格を持たない。会員制度は2006年以前の定款に記述が、あるが、実現には至らなかった。この改定以前の定款で、会員よりの選出とされた、理事枠は、コミュニティの投票による理事枠として残された。投票権者の詳細は理事会がこれを定める。2007年の選挙では一定の編集回数と編集歴によるほか、システム管理者、職員で一定の活動歴を持つ者、及び理事に投票権が与えられた。ローカルチャプターの設立上強着色のない地域は設立議論もされていない。活動中少人数みだが、未設立計画段階の支部議論中の支部Wikimediaを名乗る資格を財団から認められたユーザー団体をローカルチャプターと呼ぶ。財団の下部組織ではなく、それぞれ独立した組織である。以前は地方支部と訳されていたが、下部組織と誤解を招きやすかったので、国別協会あるいは国別、地域別協会と翻訳されるようになった。ローカルチャプターと財団の法的関係は、必ずしも一様ではなく、個別に契約を締結する。Wikimedia 財団を現地で法的に代表する資格を持つ者から、独立な法人格を持ち、非公式な協力関係にある者まで、主に現地の法律上の理由に基づき様々な関係が存在する。ウェブサイト上のコミュニティでもある各プロジェクトと、ローカルチャプターの間には、法的には関係がない。ローカルチャプターは、企業、学校、他の社会団体と、現地ユーザーとの連携を図るとともに、また独自の資産を持ち、財団の活動の支援を行う。ローカルチャプターは、それぞれ独自の会計を持ち、ローカルチャプターへの寄付は、ウィキメディア財団の直接の収入とはならない。一方で、ローカルチャプターが取得した財産が、ウィキメディア財団の活動の支援のために利用されることがある。代表的な例として、ドイツチャプターからのウィキマニア2005への寄付、ドイツチャプターの保有する計算機資源の提供などがある。2021年2月現在、運営中である、ローカルチャプターは39カ所になるが、日本ではまだ設立はおろか、準備中ですらない。日本のローカルチャプターの設立に関する議論は、メタウィキのウィキメディアジャパンのページにある。それぞれのチャプターの設立年次及び、法人格等については、メタウィキのウィキメディア国別協会にある。現任理事長は、マリア・セフィダリ。ウィキメディア財団は、カリフォルニア州サンフランシスコに事務所を置く。最初の有給職員は2005年に採用され、この年、3人の職員が雇われた。以後、業用の拡大に伴い、順次職員を採用している。2008年当時は、約10名の常勤職員がこの事務所で働いており、またサーバの管理等に数人の契約職員を雇用していた。国外にいる職員は、フルタイム契約、パートタイム契約を問わず、すべて契約職員であった。また2007年より、インターンが管理部門の業務を補助していた。現在の組織は、ウィキメディアファンデーションデパートメンツを参照されたい。歴代の事務長サンフランシスコ事務所の一隅、ウィキペディアをはじめとするプロジェクトは、当初ジミー・ウェールズの個人プロジェクトとして開始された。諸プロジェクトのサーバ、ドメイン名及びデータは、ジミー・ウェールズが当時、最高経営責任者であった、インターネット会社ボムスによって所有されてきた。2003年6月に、ウェールズが、ウィキメディア財団の設立を発表すると同時に、これらの所有権は財団に寄付された。財団設立後も、プロジェクトの消費電力やネットワーク費用は、ボムスの寄付によって賄われてきた。非営利団体の設立によって、寄付金や米国連邦政府からの研究資金などを獲得しやすくすることで、これらのプロジェクトの安定した発展が保障されるとの見方が大勢を占めた。財団設立後、2004年から2005年初頭には、他の団体からの寄付や、助成の申し出があり、2005年3月現在、ボムスの寄付は、プロジェクトの使用する全体域の2.3 に相当する。当初、財団の定款では、理事会の定員は5人とされ、うち2人がユーザ代表であるとされた。しかしほぼ1年間ユーザ代表理事は置かれず、その間、財団のガバナンスのあり方、理事会などについての詳細が関連プロジェクトのメンバーによって議論された。2004年6月、最初のユーザ代表理事が選ばれた。この時の任期は1年であったが、後に2005年には、ユーザ代表理事の任期は2年に延長された。財団の活動をより強化し、また財団運営のユーザの参加を促すことが、しばしば課題として指摘される。これに対し、地方支部理事の財団理事会へのオブザーバーとしての、招聘、及び各種テクノロジー、法務、広報などの分野に、ユーザから選ばれた委員を置くなどの措置が2005年に取られた。また2006年には、これら委員が個人で分掌していた仕事を、さらに効率的に進めるべく、ユーザーからなる委員会がいくつかの分野に設置された。委員会はすべて理事会決議によって設置され、設置と同時に、委員長を含む、現職構成員が指名される。構成員には、議決権を持つメンバーと議決権を持たないアドバイザーの2種があり、理事、地方支部理事、一般ユーザー、外部のエキスパートなどが構成員となり得る。構成員は理事の指名、または委員会メンバーからの推薦及び承認によって決定される。ただしこのような委員職や委員会の設置は、その職にない一般ユーザーが自分の裁量で行動することを妨げるものではない。ユーザの裁量による行動は、サイト上のコンテンツ制作にとどまらず、外部資金の獲得や企業との提携などにも及んでいる。財団は法的な権利を保持しつつ、ユーザの自主的な活動を積極的に奨励している。したがって、ユーザーはアグレッシブに参加でき、その点において、ユーザー主導の立体的な時点の構築が可能である。ただ、この点については逆にデメリットであるという指摘もあることを見落とすべきではないだろう。なお、2007年10月9日には、財団の本部を、フロリダ州セントピーターズバーグから、カリフォルニア州サンフランシスコのテクノロジーハブへ移転することが発表され、2008年1月末に移転を実施した。財団はサンフランシスコへ移転する理由としてアメリカのハイテクの中心地であること、展開しているプロジェクトに関連した優秀な人材やサポートを確保できること、地理的にアジアでの事業パートナー候補との結びつきを深めることができることなどを挙げている。Wikimedia財団の事業の中にはユーザー同士の交流の促進も含まれる。Wikimedia財団は2005年以降、毎年国際会議、通称ウィキマニアを開催している。開催地は次の通り。毎年350人から400人程度、国、地域別では50カ国前後から出席者がある。2004年頃から、ユーザー主体によるミーティングが主にヨーロッパで催される中、多言語プロジェクトゆえの国際的な交流の要望が高まり、Wikimedia財団主催による国際的会議の構想につながった。Wikimaniaはユーザーの交流と同時にWikimediaプロジェクト全般に対する研究の促進を目標にしており、外部から優れた招待講演者を招くことにも力を入れている。これまでの招待講演者には、リチャード・ストールマン、ウォード・カニンガム、ローレンス・レッシグ、ブリュースター・カール、伊藤浄一などがいる。この試みは、他の同種の非営利団体からも好感が持たれており、オープンソースイニシアティブからは発展途上国からのウィキマニア参加希望者に3年連続で旅費の援助がなされている。Wikimedia財団の財政の成長。2003-2018。黒、純資産緑、歳入赤。支出Wikimedia財団は、目的のために必要な資金として、公共の寄付と助成金に頼っている。そのため、連邦所得税及び、州の所得税が免除されている。私有の財団ではないため、アメリカ合衆国では、Wikimedia財団への寄付金は、税金の控除対象となる、事前寄付とみなされる。技術的、経済的な継続した、成長のほとんどは寄付金に依存しているが、Wikimedia財団でも、連邦助成金、スポンサー、サービスの提供、ブランドのマーチャンダイスなどの代替手段による、歳入源を増加させている。検索エンジンや、同様の一括分析、再出版を、主なターゲットとした、Wikimedia OIPMH の更新フィードサービスは、何年間も歳入源となってきたが、現在では新規の顧客は受け付けていない。Wikipediaは、このフィードへの無料のアクセス権を与えられている。2014年7月、財団は NPO に対する処理手数料の免除を行っているデジタル通貨交換のコインベースを経由したビットコインによる寄付の受付を発表した。2006年初には財団の純資産は27万ドルであった。2006年中に財団は総計1,510,000ドルに及ぶ資金援助及び収益を得て79万ドルの支出があった。純資産は72万ドル増え、総計100万ドルを超えた。2007年、財団は拡大し続け、純資産が170万ドルとなった。2007年に収入も支出もほぼ2倍になった。2004年の会計年度の終わりから2014年6月30日に終わった会計年度の終わりまでに財団の純資産は 57,000US ドルから 53.5US ドルミリオンまで増加した。2007年にWikimedia財団に参加したスー・ガードナーのリーダーシップの下、財団のスタッフレベル、寄付者数、歳入に非常に大きな成長が見られた。メディアを再生するウィキメディア財団の財務管理の責任者であるガーフィールド・バードのインタビュー動画。2011年10月7日にウィキメディア財団で収録。2007年から2009年までチャリティナビゲーターはウィキメディア財団に最大4つ星の評価で3つ星の全体評価を与え、2010年には4つ星の評価になった。2019年11月年現在、2018年のデータによると評価は4つ星である。ウィキメディア財団の支出は、主に給与や賃金、専門職のオペレーションやサービスにかかっている。2008年3月25日、ベンチャー投資家のコースラ夫妻から50万ドルを寄付される。2008年3月28日、財団は、アルフレッド・ピースローン財団から3年で300万ドルの寄付を受けることを発表した。2008年には、オープンソサエティ財団より、印刷版のウィキペディアを作るために4万ドルの寄贈を受けた。2009年、財団は3つの贈与を受けた。1つは、フランク・スタントンによる、スタントン財団から89万ドルで、初めて使用する人のために、ユーザーインターフェースの研究と、簡素化を支援することを目的としている。2つ目は、フォード財団によるもので、ウィキメディアコモンズに対して、ウィキメディアのウェブサイト群のインターフェースとワークフローの改良のためのものである。2009年8月、ウィキメディア財団は、ヒューレット財団から50万ドルの贈与を受けた。2009年8月、オミドヤーネットワークは、ウィキメディア財団に対して200万ドルの提供を申し出た。2010年2月22日、検索サイトを運営する。Google 社が200万ドルを財団に寄付した。サイト動画。ありがとうございます。